はい、えー、皆さんこんにちは。鉄棒でございます。いつも暇坊主チャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。えっ、ー、と成田空港を出てからですね。まだ24時間も経っていないんですけれど、すでにですね。もう自宅にいてですね。いつものこの格好、もうあの定番のこの格好になってですね。えー、すあの、ホワイトボードの前でいつものスタイルでお話をするということでえー。もう早速もうあのうん、あの普通に戻ってやっていきたいと思います。 ということで、えっと今日のお話ですけれど、あのまあ、一応、表題に、まあ、そりゃそうだろう、只見線増結検討ということで,で、ニュースであの出てるんですね、只見線にもお客さんが来すぎて、ですねちょっとここに書いてある現状として10月の全線再開後、あのずっと。 あの普通になっ,てたなってたじゃないですか、鉄橋流されたりとか修理して、もう10年ぐらい、ね、あの普通になってたわけじゃないですか、でそれがあの10月にようやく全線開通しても、それから連日大盛況なわけでございます、単行、えー、列車をすでに2両編成に増結しても、これももう不十分というぐらい、えー、大にぎわいなわけでございます。 でまああの年配の、ね、お客さんとか来たら、もう最初から最後まで立ちっぱなしでも何時間も乗ってなきゃいけないので、それはさすがに辛かろうということでえ、もうちょっとこう余裕を持って、ね、乗れるようにというようなことも考えて、まあ、増結をしなきゃいけないんじゃないかということで、まあこれ、の福島県の方から JR 東日本に対して、まあ、そういう要請が今、あのよやってほしいとい、検討してほしいというようなこと、まあ、要請が出ているということでございます。でで私ははのののちょうどど日本本から帰ってきたたこでこの10月ねえ3週間間いましたけどこの間に本当に当、ね、最初は はジョーえ田辺さん行こうと思ってたんです。でただまあそれ断念したっていうのはこれまあ何度かあのもうすでにチャンネルの中でお話をしてるんですが。 あのどうせ行くんだったら、やっぱりあのきちっといろんなとこを見て回りたいということで、泊まろうと思ったんですけど、宿がもう全然取れない、10月中、もどこでもいいから空いてませんかって言ったけど、言ってもどこも空いてませんと、で多分よそも無理ですよみたいなことも言われて、のとのろと話すと、もうあの年明けまで結構いっぱいですと、もちろん全部が埋まってるわけじゃないですけれども、週末あたりはもう年明けまでもういっぱいということで。 あのそれぐらい大盛況なわけでございますそれぐらい待ち望んでた路線であのー、さらにですねこれからあの結構インバウンドがようやく解禁になりましてであそこはコロナの前までっていうのはアジア系のお客さんとか結構来ててしかも冬のあの綺麗な景色見に来る人も多かったんで。 これからさらさに増えていく可能性がありますで特に正月明けたあたり1月の下旬から2月の頭ぐらいっていうのはです、ね、日本では閑散期になるんですがあちらのアジア諸国では旧正月になるんで結構この時期に来るお客さんが普通の日本の繁忙期って年末年始、まあ、あのクリスマスの頃から、えー、1月の、まあ、もっと言えば12月28とか29日ぐらいから1月の3日ぐらいまでなんですけれどこれがです、ね、アジアのお客さんだともっとあと 1>, 1月の下旬という一番の寒さ期に来てくれるということでそんなところも一般になる可能性もあるんです、本当にあの JR あの九州とかはあのその辺りも繁忙期として扱っているようなところもありますんで。で それぐらい、あの旧正月っていうのはアジアからのお客さん動くところです。まあ、もちろん、まだあの中国本土が解禁になってないんで、ここが動かないと一番大きなマーケットが動いてこないというところはあるんです。けれど、まあ、とはいえですね。まあ、これからですね。どん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 増えていく。まあ見込みであるとえ考えていいと思います。 であと、問題として、あのこれ、私、メインチャンネルでも何回かあの指摘してるんですけれどそも、そもですね全線乗り通すにさ乗り通すにしちゃって3往復しかなくて、しかもですねそのうちの2本は早朝か夜遅くで、日中、走ってのは1本しかない、厳密にもう1往復しかないです、日中使えるのって。でこれはだから、1回降りたら、もう夕方遅くまで、もう例えば私、最初に予定組んだら、 えー、畳で降りようとしたら、もう午前早くに着いて、次はもう夕方の5時ぐらいまでということで、まあ、それはまあ,あの、地元としてはそれだけ長く、ね、いてくれた方が、あのーね、いろいろ物を買ってくれたりとか、経済効果が見込めるのかもしれないけど、現実問題として考えたときに、さすがにですね誰でも彼でも、ですねそ例えば畳だけじゃないですよ、どこでもいいんですけれど7時間、8時間空くってさすがにちょっと空き過ぎだと思う。 できれば1日の只見線、舞津若松から入っても、まあ、まあ反対側の,あの小出の方から入ってもいいんですけれどどちらから入るにしても、ですねできれば2箇所ぐらい止まってえ、朝どっちかの駅に出て、反対側に夕方か今夜ぐらい、夜早めに着くぐらい、で途中で2回泊まれるぐらいの時刻表っというのは、本当は一番望ましいんです。でも残念ながらそうはなってないと。 で、えー、もう日中の1本しか使えないって、ね、いうねなんでこんなふうにね、1本しか使えないんだよまあこれ、私も言ってるし、例えば、の時テツの鳥塚さんとかも言ってるんだよ、あんだけ金払って、なんでこれ、ね、こね福島県はあんだけ莫大な、も何億と何十億とかお金払いながら、なぜこんな。 不便なダイヤを受け入れたん,だなんであの代行バスよりも少ないっていうことでこれも重大な営業機会の損失なわけです実際にえ観光でお客さんを来てもらうまああの地元の、ね、需要っていうのは正直もそんなにねあの会津川口から見の間でても見込めないわけですよ正直なところあそこはもう日本でも輸送密度という観点がから見ればもう日本でも12を争うぐらい輸送密度低いところなんでそもそも地元使いっていうのはほとんど見込めないからよそから来ても もららうっていうことといこがもう最初から大義名分としてあるわけですよなのに、えー、来れない、うん、来たいと思っても来れない、えー、満員になってる、しかも降りたいと思っても、この時刻表じゃ降りれないよね、只、え、見、ー、線行きたいけど、もうしょうがない、最初から最後まで乗り通しましょうということで、これ、本当に重大な、本当に重大かつ深刻な営業機会の損失です。 だって観光できてもらってただ列車に乗って綺麗な風景だったねって乗り通されたって地元に一銭もお金が落ちないんですよ。これ、ダメじゃないですか、やっぱりここでお金を使ってもらうということを考えると降りてもらわないといけないできれば宿泊してもらいたいでもそれができないということはこれ本当にも重大な営業機会の損失なわけでございますだからお金をちゃんと使ったからにはやはりそれだけの経済効果が見込めるような形にしないといけないという。 ことなんですがなんでこうなったのか、えー、この担当の方がそんなことをわからなかったとは思えないんですけれど、まあ、JR 東日本と福島県内でどういう話になったかよくわからないですが、とにかくこうなってしまったということでございます。で、じゃあ、これからどうすればいいのかということは、もうこれ、もっと攻めに行かないといけないと思うんです。 で例えば、もう全席指定の観光列車までも視野に入れるべきというふうにまあ書いたんですけれど結局のところ只見線をゆっくり見たいけれども席がもう空いてないもうずーっと立ちっぱなしでしかもそんだけ人が乗ってたら要するにあっち行ったりこっち行ったりとかできないわけじゃないですかもう片方のドアのところでずーっと見てるぐらいしかでき、まあ、片側の風景しか見れないもう片方が綺麗だなと思って行けなかったりする。 それも席に余裕がないからなわけじゃなもう立ってる人もいっぱいいたりとか、そんなことできないじゃないですか、18切符の,の、あの例えばそうですね、廃線になりそうなところとか、もうぎりのところ行くと、もう満員でね、本当はもうす,すし詰めに近かったりするじゃないですか。そういうういのとと同じようなことが起きてるからでも やっぱり見たい景色は綺麗だから見たいっていう人は一定数いるんだから。だったらもう指定席で売っちゃったら、例えば。ね、あのリゾート白神とか乗ったら、一人五百三十円の指定席料金がかかるわけですよ。で五百三十円で、まあ一応これ五十席って書いたんですけど。五十席でそれ一往復させればですよ。五百三十かける五十席かける二で一往復。で、それを年間百日走らせたとすれば、これで年間で五百三十万円になるんです。正直なところ、五百三十万円で全然大した金額じゃないです。え、これでは。 本当にあのもう正直なところ出る赤字に対して焼け石に水ぐらいの感じです。うん けども、まあ、そこにですね今度、物販とか飲食とか考えてみると、例えば2000円の弁当を売りますと、でこれを、えー、1日50個売ったとしましょう、50席の、まあ、全員が買うんじゃなくて、往復で、だから片道25席分、25人分ぐらい売れたとして、それが年間100日行くと、まあ、1000万円になってくるわけですよ、まあ、2つ足しても1530万円ですけれども、こうやってもいろんなものを売っていくことで、 えまあもちろんその収益にもなるし、それから地元の人にとっても初めて弁当を売るっていうことは、地元のそののまあねあね旅館とか料亭とかまあレストランとかそういったところの方がまあ弁当を作って売るということは、初めてここに地元に経済効果、例えば列車から降りてくれなくても、この列車が走ることによって、初めて地元に対しての 経済効果っていうのが生まれるわけですよ。で、ここまで考えてやって。まあ、もちろんこれをやるためにはさらに福島県お金を突っ込まなきゃいけないのかもしれないですけれども、もまあ、そこはわかんないです。jr 東日本とどういう風に話になるのかわからないんですが。まあ あのお試しでやってみるんだったら、今、リゾート白神の列車が余ってるはずですから、それでやってみるのも一つの手でございましあの JR 九州とかね、肥沃線とかで使えない列車、予想で使ったりするわけじゃないですか、JR 九州だって、JR 東日本だ今、余ってるわけだからあの、五能線で使ってるやつがで、そういうのを持ってきて、とりあえずお試しで走らせてみるとか、そういうこともできるんじゃないかと思うんです。 ま、もちろんそれに対してお金がどれだけかかるっていうことは、まあ、福島県もそんなまた別途に予算は組めないっていうようなことがあるかもしれないんですがただ、現実として考えただけこれ、で今こうなってると最初から考えれば分かることだったと思うんです今になってこう言ってること自体がそもそもなめなのでもっとお膳立てしとかなきゃいけなかったんですがそれは私外野の私がああだこうだ言ったところでいろいろ内部に事情があったのかもしれないのではっきりしたことは言えませんがとにかくものすごく損してる。 うん、とにかくいろんなものを損,失し,て損してるんでここは改善して只見、えー、線がこんなに人気があって、えー、非常に、まああのえー、ニーズの高いコンテンツになってるわけでございますからこれを、まあ、ぜひ生、ね、かしてです、ねえー、地元の方にもっと設けてほしいなと考える次第でございます。ということで、えー、今日はちょっとこ只見線この増結検討ということについてお話をさせていただきましたごご視聴どうもありがとうございました。 えっとね、今日のね、えー、ちょっとどうでもいい話で、どうでもいいことはないんですけれど、あの、視聴者さんに教えてもらったんですけど、視聴者さんというか、まあ、あの、視聴者さんで勝つな、私個人的にも知ってる人なんですけど、あの、 えと昨日かな、おとといかな、えーと、スーツさんのライブ配信の中になんか私の名前がちょっと一瞬だけ出てて、であのーうん、あの非常に勉強になりますみたいなことを言っていただいてありがとうございます。でえーとまあ、ただあの、んとなんかスーツさんはなんかんと、ね、いろんな人を見て勉強しなきゃいけないんですけど時間がなくてみたいなことをおっしゃって,てで、まあてあ、これはもう私もおお本当に同じで。 あのまあ、私これまでもあの鉄道系 YouTuber の他の動画ってあんまり見ないっていう話をしてたんですけれど実際のところ見たくても見れない忙しすぎてもう自分のことだけで精一杯で私より上の人っていっぱいいるわけですよで私より上の人をさらに高みを目指そうと思ったらその人たちがやってる以上のことをやるその人たちが思いもつかないことをやるっていうことをやっていかないとさらなる高みに上っていけないんでなのでもちろん人の動画を見るっていうのは えー、勉強にはなると思うんですけれどただどっちかを考えた時に人の動画を見て勉強するのと自分の動画を1本作ってあげていくのとどっちを優先するかって言ったらやっっぱり自分の動画をを作ててあげいいいくことを優先した方がいいわけですよまあもちろん勉強したことによってそれによってもっといい動画が作れて視聴者の皆さんに喜んでいただけるということになるのかもしれないですけれどでも やっぱり日々追われてるんで、どんどん作っていかなきゃいけないっていうふ思うに思うんで、まあなかなかね、見る機会がないんですっていうなんかおっしゃったのが、ああ、そうだなっていうふうにまあ私も思ったという、それだけでございます。 さっきまでめっちゃ眠たかったんですけど、ィサボブで、なんか喋ってたらだんだん元気になりました。はい。えー、そんな感じで、えー、とこちら、もまもなく夜の10時になろうというところでございますが、えー、これ喋った後にちょっとちゃちゃっと編集してあげるんで、なんとか今日は夜の11時ぐらいまで起きてられそうな感じでございます。ということで、今後もまたこういう感じで自宅からお送りさせていただきますので、皆さんよろしくお願いします。さよなら。